さっきからやけに騒がしいけど、まさかこの人間が原因？君は今握手を求めてきたけど、それに応えて俺に何の得があるの？君のそういうところ嫌いじゃない。もっと乱れて声を聞かせないよ。抑える必要なんてない。どんな君も可愛がってあげる。どうかしてる。君だけじゃなくて俺も。君と出会ってから俺の音楽は変わった。この先君と音楽以上に大切なものはきっと見つからない。